はい、こんにちは、長澤です。8月に入ってですね、ジャパンカップですとかお盆休みとかあってね、なかなか時間が取れなかったんで、いつ作ろうかなと思ってね、買ってなかったマシンがありました。で、とりあえずね、買わないわけにはいかないだろうということでね、購入いたしました。それがこちらです。ドーン、サンダードラゴンクリアスペシャルとファイアドラゴンクリアスペシャルでございます。こちらの2つですね、8月5日頃発売ってなってたやつなんですけど、最近ね購入いたしました。こちらね、2つともクリアスペシャルっていうことでポリカボディなので、一気に2つ作っていくっていうのはね、なかなか時間がかかりますので、今回はこの2つの中身をね見ていきたいと思います。そして今後の動画でですね、この2つのね完成品を見比べていきたいというふうに思います。ということで、強化パーツとか通常と違うところはね、いろいろありますので、パーツをね一個一個見ていきましょう。はい、まずはファイアドラゴンクリアスペシャルの方から見ていきたいと思います。はい、こちら VS シャーシのポリカボディの特別仕様となっております。じゃあ早速開けていきましょう。はい、まずはですね、こちら、赤のバレルタイヤですね。これはハードですね。そしてこれに合わせるのがこちら、V スポークのブラックのホイールですね。この赤と黒の組み合わせって欲しいですよね。はい、黒の V スポークのホイールが入っているということでございます。はい、そしてこちらがファイアードラゴンのポリカボディですね。矢印みたいですね。なんかちょっとタケノコっぽい感じですね。で、ファイアードラゴンをですね手にするのは私の人生では初めてですね。昔の初代のファイアードラゴンも持ってなかったので、これが初めてかなと思います。持ってたかちょっとね覚えてないですね。定かでないぐらい昔ですね。はい、こちらがファイアドラゴンのポリカボディですね。はい、そしてこちらが VS の強化シャーシブラックですね。はい、こないだ買ったスピンバイパーパールブルースペシャルの方もですね、あれも強化の黒でしたけどね、こちらも同じく強化の黒VS ですね。はい、VS シャーシいっぱい持ってるけどね、ちゃんとマシン作ったこと一度もありません。はい、あとはボディにつけるパーツですね。あと A パーツは白ですね。はい、そしてモーターギアついております。ギアはですね、赤と茶色で、4.2:1 ですね。型軸マシンほとんど作んないのにも、こう開封ばっかやってるからギア比なんとなく覚えてきちゃってますよね。開封病ですね、これはね。はい、これが VS のリアステですね。はい、そしてこちらがステッカーですね。ポリカボディに貼るっていうことで、これは下地がね、透明なやつになってますね。コロコロとかね書いてますね。コロコロコミックも入ってますね。すげえ懐かしい感じですよね。で、あとは説明書と注意書きですね。はい、こんな感じになってます。ということでですね、このキット中をザクッと見た感じですね、まずはね、シャーシ VS 強化の黒ということですね。これがまあ特別かなと思います。あとはポリカボディですよね。この辺もね、なかなか手に入りづらいパンツになってるかなと思います。そして、VS に限らずですね、どこでも活躍していきそうなのがこちらですよね。赤のバレルタイヤとね、このホイール V スポークの黒ですね。この辺、かっこいいので、ちょっと使っていきたいという感じですね。はい、ファイアドラゴンクリアスペシャルはこんな感じになっております。はい、次にこちらですね、サンダードラゴンクリアスペシャルでございます。はい、こちらも早速開けていきましょう。
はい、こちらも同じくですね、バレルタイヤですね。こちらはブルーのハードタイヤですね、はい、そしてこちらも V スポークのホイールなんですが、イエローですね。これは珍しいんじゃないですか。なかなかないですよね。サンダードラゴンのサンダーを意識しての黄色なんですかね。これ珍しいんじゃないかな。はい、そしてこちらがサンダードラゴンのポリカボディですね。これは矢印っぽくないですね。あれ、こっちの方がタケノコっぽいですね。こっちファイアドラゴンですよね。こっちキノコっぽいか。こっちタケノコっぽいですね。キノコタケノコですよね。はい、それ以上はやめておきましょう。サンダードラゴンの方は、こちらもね、カットするとまた違った印象になるかもしれないですけども、くさび型のね、シュッとした感じになっております。この辺突起あるけど、ここは関係ないですかね。関係ないね。切っちゃうと関係ないですね。なのでシュッとなるんですね。タケノコですね。はい、はい、そしてこちらがシャーシですね。こちらは強化 VS の白になっています。白ですね。久しぶりの白ですね。強化シャーシ、だけのパーツで白は持っていたので、この辺はね、そんなに、珍しくないというか手に入りやすい部類になるのかなと思います。ということで強化 VS は白と黒、あと黄色はちょっと持ってないですね。はい、そしてこちらがリアステイですね。はい、そしてこちら A パーツですね。 A パーツは青ですね。めっちゃ濃い青ですね。青ってあんまりないのかな。 VS ってめちゃくちゃ色がいっぱいあってよくわからないですけど、青って持ってないですね。キットはだいたいずっと買ってきているんですが、青は持ってないのでちょっと珍しいのかなと思います。はい、これはボディにつけるパーツですね。はい、そしてこちらもモーターギア付きでございます。で、ギア比はね、こちらも同じく 4.2:1 ですね。はい、そしてステッカーですね。こちらもファイアドラゴンと同じく、透明なやつがベースになってステッカーですね。ファイアドラゴンの方はですね、近所の人がなんか持ってたような記憶があるんですけどね、サンダードラゴンってなんか見たことないような気がしますね。はい、こんな感じになってるんですね。はい、こちらもあとは説明書と注意書きですね。はい、ということでですね、ファイアドラゴンとサンダードラゴンのパーツをね、全部並べてみました。どちらも同じ VS 強化で、でポリカボディっていうことなんですけれども、こんなにパーツがあって全部ねカラーが違うっていうことですね。同じなのがね、もうこの辺ですよね。モーターとギアぐらいでね、もうローラーの色も違いますし、ホイールからタイヤからね、全部色が違うということですね。で、全く共通なのはこの辺ですね。このボディの土台になるところのパーツ、この辺も同じなんですけど、あとは全部違うということですね。なので、VS で同じだって言ってもこれは2つ買うっていうところにね、買い応えはあるのかなというふうに思いました。はい、ということで、こちらですね、ファイアードラゴンとサンダードラゴンのクリアスペシャル、中身をね見てまいりました。どっちもね VS っていうことでね、2つ買うのどうかなっていう思いもあったんですけれども、ホイールとかタイヤその辺ね、ちょっとやっぱ欲しいなってなっちゃってね、買っちゃいましたけれども、ちょっと夏の間はやっぱり忙しいので、ちょっとすぐ作れるかどうかわからないですが、これ2つを作ってですね、見比べていきたいというふうに思います。はい、ということでファイアドラゴンクリアスペシャルとサンダードラゴンクリアスペシャルを開封したという動画でございました。また見てねー。